イチョウとなんか笹鎌さんがシンクロしていい感じじゃないこれ。じゃあ使われてそうな素材とかなんかこうちょうだい、何か言葉を。はいはい、何使われてそう、言っちゃっていいの。いいよ。エビ塩。あ、もう名前これね、うん、おエビ塩味ってことですね。エビ塩味、ね、はい。で、僕は、うん、ボンゴレビアンコ。ボンゴレビアンコというとやっぱりアサリ。アサリね、はい。コンソメスープ。あー、スープとかコンソメ。そのみんななんか共通してますもんね、なんかね。そう、うん、ほぼ正解です。全員が成功。当たってますね。本当に正解は、うん、シーフード味です。ちょっと待って、ね、ちょっともう一回いいですか。シーフード味。何何何何、大丈夫。ボンゴレビアンコちゃん、アサリ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 でエビですもんね、うん、でそれ、まあ、俺はでもコンソメだから。全然違うわ。コンソメ全然違うじゃん。まあ下ヤンキーだ。そうだった、下ヤンだから。下ヤンだった。簡単ですよ、はい、正解は。なんかね、ごちそうシーフード。エビの写真、ほらエビじゃん。アサリ入ってないんじゃないの。入ってないの。シーフードだからいいかな。原材料にさ、原材料見ますか。またほら、そのなんとかパウダーみたいな。そんなざっくりした味でもいいんだ、うん、シーフードってね。確かに、ーコーングリッツ、まあね、この本体のね、植物油、ブドウ糖。エビ入ったらもう正解。まあまあほぼほぼ魚介エキスパウダー。あ、魚介エキス、ね、魚介だから貝も入ってますよね。いや、わかんないけど、貝は介護の貝だけどね、うん。あと食塩、砂糖、香辛料、トマト風味、シーズニング、粉末醤油、レモン果汁パウダー、レッドベルペッパー、オリゴ糖、なんか、あ、エビ、カニ、イカ、サバです。アサリ入ってないじゃないかよ。でもシーフードなので、まあウーメンがでも結局やっぱり、うん、ねえ、すごい。他のことは全部もう俺生きる価値なしだけど。下だけはもう東大だから。え、エビの香りがしたってこと。下下、下もう全然したよ。これ完全に全然する。うん、下に来たよ。岩塩も使ってると思うけどね。ああ、ちょっとわかんねえな。岩塩使ってないのかな。書いてないですね。まあまあ食塩がね、あれかもしれない。シーフードっていう点でシーフードが出たから。いやでも俺はね、そのパセリからのシーフード出しただけなのよ。パセリはないですね。え、パセリ振ってない？でもまあ原材料に書いてないの。あ、でもこの青っぽい粉っていうかね、ちょっと違うのか。ちょっと物議を醸し出してますけど、でもシーフードということで、そうね。下東大のウーメンさん、すごい。チャンネル登録してね。期間限定。セリ鍋、セリ鍋。